トイ別駅は、北海道手塩群幌延町あざトイ別にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である、駅番号は W66、電報略号は都九1977年のトイ別駅と、周囲約500メートル範囲、左が、輪っか内方面、相対式ホームに面2線と外側に副本線、駅舎横の名寄よよりに、貨物積み下ろし場と引き込み線、 駅裏のストックヤードの大半はすでに林溶かして、長い間使用されなかったことを示している。駅舎横の貨物積み降ろし場側のヤードには、1971年に廃止されたホロノ延町営軌道の停車場や、複数の側線、車庫などがあった。そこから90度曲がって、右端の斜め上に走る町道に沿って上、都い間別方面へ伸びていた軌道跡が、 町道脇に白い線となって残っている。国土交通省国土画像情報をもとに、作成所在地名より、現在のトイカン別川を指すアイヌ語のトイカムペに由来する、食用度が多かったことによる名であるとされる、短式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは、線路の北東側に存在する、分岐器を持たない、防線駅となっている。かつては、 相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。当時は互いのホームは駅舎側ホーム中央部分と対向側ホーム北側を結んだ構内踏切で連絡した。駅舎側が上下本線、対向側ホームが下り線となっていた。その他対向側ホーム外側への副本線を一線、有し、また上下本線の旭川方から分岐し、 駅舎東側のホーム切りかき器部分の貨物ホームへの貨物側線を一線と、その途中から分岐した側線を一線有していた。側線を含め交換設備運用廃止後は、線路は撤去されたが、ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。無人駅となっている。駅舎は、構内の北東側に位置し、ホーム中央部分に接している。有人駅時代からの駅舎は改築され、 よ3500系車商社を改造した、貨車駅舎となっている。旧駅舎の基礎の上に設置されている。出入口には、採石で盛り土をした上にアスファルト式のスロープが新たに設置されている。駅舎とは、別途でプレハブのトイレ棟を有する。駅の後方には、鉄道林がある。また以前は当駅から、植民軌道とい間別線が接続していた9月10日、開業。 1971年6月1日廃止。2019年には、JR 北海道が、宗谷本線沿線自治体で構成される、宗谷本線活性化推進協議会に対し、当駅を含む2013年から2018年の1日、あたりの平均乗車人員が3人以下の29駅を、維持管理、または廃止するかを2020年3月までに、判断するように求めた。 その後、幌延町では、市街地を形成していることを理由に、当駅の維持管理を要望したこととした、北海道旅客鉄道層や本線加内駅、豊井間別駅ぬ上み駅、ありがとうございます。